ワイルド・スピード・メガマックスは2011年公開のアメリカ合衆国のカーアクション映画、ワイルド・スピードシリーズ第5作。今作の主な舞台はブラジルリオ・デ・ジャネーロ。前作、ワイルド・スピード・マックスに引き続き、ストリートレースやカーマニアの要素は徐々に配されており、また過去の作品で主人公と協力関係を結んでいた人物が、 オークサイ登場していることもあって、チームアクション的な性格が強調されている。2011年4月29日に北米で公開され、日本では正規公開日前の2011年9月23、24、25日の3日間に全国東方洋画系にて先行ロードショーが行われた。裁判で懲役25年の判決を言い渡され誤送される。 ドミニクとレッドであったが、その護送車を複数の車が取り囲む。相棒のブライアンをナー妹のミアとレッドらの手引きにより護送車からの脱出に成功し逃亡したドミニクと、それを放助したブライアン、ミアは国際指名手配されることとなった。ブラジルリオデジャネイロに逃亡したブライアンとミアは、そこで、かつての仲間ビンスと再会。ビンスから仕事を持ちかけられ、 麻薬取締局が押収した車を盗むことになる。その仕事には、別れて逃亡していたドミニクも参加しており、3人は再会を喜ぶ。走る列車の貨物車から車を運び出した一段で、あったが仕事を持ちかけてきたビンスの仲間が突然襲いかかり、ブライアンとドミニクは捕らえられてしまう。捕らえられた2人の前に、エルナンレースという男が現れ、 ミアと共に消えた、フォード GT40 の行方を聞き出そうとする。レースの脅迫をやり過ごし、なんとかミアの元へ帰還した二人は、GT40 に搭載された、カーナビゲーションのチップの存在に気づく。そこには、悪徳実業家として、リオを牛耳るレースの闇金の流れが記録されていたのであった。その頃、姿を現したドミニクとブライアンを追って、 アメリカ外交保安局の捜査官、ルーク・ホブスがリオに降り立った。ホブスは現地での通訳権追加捜査員としてエレナ・ネベスを指名する。エレナは土地勘を活かしてドミニクたちの行方を特定、翌朝ドミニクたちを吸収する。そこへ同じくドミニクたちを追うレースの部下たちも現れ、三者が入り乱れる、銃撃戦に発展。 辛くも2社の追跡を振り切った後、ミアは2人にブライアンとの子供を見ごもったことを打ち明ける。新たなファミリーの誕生を喜んだその夜、ブライアンはドミニクに新たに生まれる。子供のためにも犯罪から足を洗いたいと相談する。ドミニクは妹家族が平穏に暮らすため、最後の仕事として、レースの闇金1億ドルを強奪することを計画する。 計画遂行のためにはチームが必要であった。マイアミでブライアンとコンビを組んだローマン・ピアースと、そのサポート役を担ったテズ、パーカー、ドミニカで、ドミニクとガソリン強盗をしていたハンソール王、テゴレオ、リコ・サントスに、元麻薬組織委員のジゼル・ア・シャールと、かつての二人の仕事仲間たちが利用に集結する。十箇所に及んで隠されている金をすべて奪うという、 計画の無謀さに呆れるファミリーだったが、ドミニクの計画はまず一箇所を襲い、あえて他も襲うと戦線復刻することで散在する金を最も厳重な一箇所に集めさせるというものであった。ドミニクらの襲撃を伝え聞いたレースは、ドミニクの思惑通り、金を一箇所に集めるよう部下に指示する。しかし、その一箇所とは、 なんとレースに買収されたブラジル警察署内の巨大金庫であった。ラジコンによる潜入、監視カメラのクラッキングなどにより、厳重な監視網を突破する方法を模索するファミリー。高性能の監視カメラを振り切るため、警察署内において透明な車となるすなわち、警察車両を強奪して準備を整えていく。一方、ホブス、エレナラは、一軒目の強盗の捜査から、 ドミニクのダッチチャージャーの情報と新たに集まったファミリーの入国を掴んでいた。情報を掴まれていることに気づいたドミニクらはストリートレース会場にホブスらをおびき寄せドミニクがホブスを挑発する間にテズが走行者に発信機をつける。ブラジルのレーサーたちに囲まれたホブスらは形勢不利と判断し一旦引き下がる。結構前日、市場にいたミアをレースの部下が襲う。 しかし、そこへ、ビンスが駆けつけ、無事に、ファミリーの元へ送り届ける。レースの部下と組み、事実上仲間を裏切ったとして、ドミニクに見捨てられていた、ビンスだったが、再びファミリーに戻り計画に加担。その夜、ファミリーは計画成功祈願と宮の妊娠祝いの、逆を交わす。計画当日、発信機の位置情報からホブスらが、 街の反対側にいると見たファミリーたちは出発の準備を進めるが、そこへホブスらが突入する。ホブスは発信機の存在に気づいており、さらにそれを逆手にとって、ファミリーのアジトを特定したのだった。あえなく捕獲されてしまったファミリーだったが、連行中、計画を知ったレースの部下たちの襲撃に遭い、ホブスのチームが全滅してしまう。 ドミニクラの助けによって一命を取り留めたホブスは部下を殺したレース、そしてそのレースとの癒着に甘んじるブラジル警察への怒りからファミリーへの協力を決意する。警察車両を盗んだことから計画が知られたため、すでに立てていた計画は使えない。まず、ホブスの装甲車で警察署に正面から突撃し、駐車場と壁を隔てて隣接する。 証拠品倉庫にある金庫までたどり着く。金庫をケインリールで繋いだドミニクとブライアンは、それぞれ運転する2台のチャージャー SRT-8 で金庫を引っ張り出し、そのまま金庫を引きずりながら、リオの死骸を駆け抜け警察やレース一味とのカーチェイスを繰り広げる。ファミリーのサポートもあって、大勢の追手を振り切り、レースを倒した二人に対し、ホブスは、 少しの猶予を約束し再戦を誓い合う。無事1億ドルを手に入れたファミリーは、やがて思い思いの人生をスタートさせる。これを最後に足を洗うと決めたブライアンは、ドミニクとの最後のレースに挑むのであった。ミッドクレジット。DSS 本部のホブスの下に、FBI 捜査官のモニカ・フェンテスが現れる。モニカが持参したベルリンでのハイジャック事件の捜査資料には、 死んだはずのレティ・オルティスの資料が挿入されていた。リオデジャネーロにてインタビューに答える出演者たち2010年2月にシリーズ5作目を制作することが判明し、翌3月にはプロデューサーのニール・エイチ・モリッツが同年夏にブラジル、プエルトリコ、ロサンゼルス、アトランタでの撮影を予定しているとインタビューで答えた。2010年11月9日に主要撮影が完了した。 ビンディーゼルには出演料とプロデューサー料として1500万ドルが支払われている。2010年12月14日、ビンディーゼルのフェイスブックページにて予告編やスチール写真が公開された。翌15日には特別映像が世界同時解禁となった。北アメリカでは木曜日のレートショーで380万ドルを稼ぎ出した。公開初日には 3440万ドルの売り上げ、ワイルドスピードマックスの3060万ドルを超えてシリーズ最高の滑り出しとなった。初週末3日間の興行収入はシリーズ最高となる8620万ドルであり、またユニバーサルピクチャーズ作品としても最高初動記録となった。さらに4月公開作品としても歴代1位でスプリングシーズン作品としても アリス・イン・ワンダーランドに次いで歴代2位の初動成績を記録している。北米以外での公開初日はイギリスで210万ドル、韓国で57万ドル、ニュージーランドで26万ドルを稼いでいる。オーストラリアでは公開後3日間で700万ドルを稼いでいる。北米以外全世界での初週末興行収入は2400万ドルを稼いでいる。 二週目の週末には新たに10市場で公開され、北米以外で総計4530万ドルを稼いでいる。批評家からは概ね好評を得ており、2011年5月2日、時点でメタクレティックでの点数は69点となり、ロッテントマト図では146のレビュー中79%がフレッシュとなっている。ロジャー・イーバートは4つ星満点で3つ星を与え、 俳優たちが真面目な顔で不合理なことをし、物理の法則を玩具にしたアクションシーンが巧みに集められた130分と称賛した。ニューヨークタイムズではアクションとユーモアがうまく融合していると評され、あなたが画面を見ていない唯一の時は激しく笑って目を閉じてしまった瞬間だと記述している。ありがとうございます。